楽しい癒しの力をヒールウォーター、よしてえい、そらえい、せい、よっと、せい、えい、
よっと。
会いたかった。待っていたよ。ディラック、私もよ。無事でよかった。何をするんだ。バカな娘だ。姉ちゃんを返せ。どこにやったんだ。タナトス様への捧げ物にするのさ。女の生き血が必要なのだ。やめろ。それでも人間か。バナ、ずっとあなたを心配して、いくら操られていたって愛する人もわからないのか。許せねえ。って。ありがとう。なんとか意識を取り戻せそうだ。まだ動けないよ。じっとして。頼む。危ない。この祭壇の後ろの部屋に急いでくれ。ここにいるんだ。しばらくじっとしていてもらおうか。この娘の生命エネルギー想像以上だ。これは、そんなバカな。ここは二人ともどうしたの。あ、動けるぞ。そうか、ディラックの力だな。奴からエネルギーが流れ込んでいるのか。これはますます奴を手放すわけにはいかなくなった。諸君、さらばだ。お前たちはもう用済みだ。ヴァンパイアよ、こいつらをお前に任せるぞ。
ちゃん。平気よ。生きていればいつかきっとまた会えるもんね。きっと。100人。私が何どうしたの？そう、リラックが。でも気を落としちゃダメよ。我々もタナトスの仕業だという情報をつかんだけど、みんなの方が早かったね。ところが突然皇帝から和解しようという申し出があったの。軍備を解き元の平和な国に戻すって、城で話し合おうって言うんだけど、クリスはサムを皇帝にやられたから素直になれないのわかるけどさ、今までこれだけ頑張ってきたんだ。皇帝も心を動かしたんじゃないの？平和な国に戻すのが俺たちの願いだったわけだしな。
きます。みんなも一緒においで。リラックさんも帰ってくるし、マナの要塞もなくなれば旅を続けなくて済むようになるんでしょ。じゃあ我々は先に行ってるよ。ようこそいらっしゃいました。皇帝陛下がお待ちかねです。ようこそいらっしゃいました。ようこそいらっしゃいました。あれ、クリスたちは？ようこそいらっしゃいました。ようこそ。今日は我々にとって記念すべき日になる。邪魔なレジスタンスのもと、目障りな政権の勇者を同時に始末できるのだからな。おとなしくしろ。しまった、まだだ。くっそあたいが…アンドール皇帝、どこまでも汚いやつ。おとなしくしろ。他のみんなも出してあげてよ。そうは慌てない。お楽しみは何度もあった方がいい。はい。
慌てて報告に行ったよ。もうすぐ城内に警備が敷かれるはず。やるな。あたいがあんなことを。ありがとう。もうすぐ城
聖剣の勇者ひとエスタリア・タナトスが遅れを取るのも陛下、あいつと私にチャンスをください。うん、いいだろう。我々は先に各地の神殿に向かう。早く片付けて。母、おのえ貴様ら、私に恥をかかせよって。行くぞ。ハハ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 
避けられるか。間に合ったか。どうやってここへ来たか。フラミーだ。あいついきなりでっかくなって、しかも空を飛べるようになったんだ。慌てて抑えようとしたら、俺を乗せたままお前たちのところにってわけさ。でかいけどまだ子供、親が恋しかったんだろ。お前らのことを親と思ってるらしい。これをやるよ。風の太鼓だ。お前たちがいない間、ずっとこれであやしてたんだ。太鼓を鳴らせば、すぐにフラミーが飛んでくるぜ。まあ見てな。さ、脱出するぜ。ああ、悪いけど、俺をマタンゴ王国まで送ってくれや。南西の方だからな。
ミーの乗り心地は。空で迷った時はフラミーの千里眼が役に立つぜ。この国の南西に大きな山がある。そこがお前らの探してた満天山だ。まあ育ての親としちゃ寂しくなるが、時々遊びに来てくれよな。トリュフ様が。遅かったじゃない。待ってたよ。フラミーの塩梅は元気でやってるかな。あなた方こそ。実はやっと敵が受けました。お前たちも知ってるだろう。その神事とは違うルペだが、時々森の中とかでわけのわけ。どこから来たんだ。こんにちは。愛があれば年齢なんて関係ないのに。だから二人で駆け落ちしてきたんだ。私たち結婚してるの。昔の豊かな生活も忘れられないけど。私はバントール国の王族だったのだが、身の危険を感じた私たちはこの島に逃げてきたんだよ。こんな小さな島じゃこの島で取れるものなんて。あ、え？こんなのが欲しいの？なくすといけないからしまっておこう。こんな小さな島じゃ。
回復してセーブもしておく。真の勇者になれるよ。無事だったかい。ちびすけもたくましくなりよって、わざわざ会いに来てくれた礼に、ドワーフ村に伝わる偽物小屋でおなじみのやつじゃよ。いやー無事だったかい。早速枯れた井戸に入れてみようぞ。おお、水じゃ水じゃ。これでこの国も救われる。礼にこれを受け取ってくれ。伝説の勇者のベルトとされてきっとかっこいいぞ。穴が消えていくと、いつまた井戸。そうならないよ、我々は祈るしかないのか。水だ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 。いらっしゃいませ。またお越しください。ここは砂漠のオアシス。
神殿に住んでたサラームちゃんとお友達なんでしょ。みんなどんどんこの帝国に引っ越そうかしら。なんでも裁縫屋さんが。一泊お南国村ってすごかったわね。何が？だってあんな寒いところなのに村一つ分まるっと暖かくなってたんだもん。あれってサラマンダーの力だったんだよね。まで古文にしたつもりなのね。やっぱり精霊の力ってすごいんだな。確かにな。たまには古文たちにも感謝してやんないと。うわーい、俺の話してんのか。あ、サラマンダーそうよ、サラマンダーたちに感謝してるわって話。へへ、面と向かって言われると照れるぜ。これからも頑張るぜ。感謝してるんじゃなかったの？それとこれとは別。